あれ都心取ってくる。来週でいいよ。来週とか木曜日ね。木曜日仕事。覚えてない。木曜日か金曜日行くから。開けといてね。こっからだと1時間36分らしい。埼玉でね。あれそう、どっちがいい天覧山がいいか、その羊山公園とかいいとこにするか。じゃあ天覧山にしましょう。天覧山どこだっけ。見えねえな、これ、うん、ボーナスやな。埼玉わかんねえ。これか、これだね。ためなら何でもやるみたいな感じなんだ。まあ世の中そうなんだろうけど、あんまりああいう世界に入っちゃうと俺は賛同しなくなっちゃう。
あるよ。あれなくなんねえじゃん。合流注意したら左行ったの。毎回ね、同じこと言ってここ引っかかってるよ、うちら。絶対いるわ、あのランド。なんか、高尾のあそことかがそういうイメージ強いから、多分そういう印象残っちゃうんだと思う。ああ、なんか。あそこ、ずる賢いやつ多いし。ああいうの入れたくなくなるよね、あのやり方されると。あ、ちょっと実際側やめとく。ああ、そう。うん、ちょっと。あ、好きなの。うん。何でもいいかな。今日はもう栃木行くんで、昭和で行きたいけど。あ、行こう。うん。あげなさいって思っちゃう、うん、高めるの、うん、もったいないよね人生そんなの。それがナッパキッズ、うん、マジ横浜だと思ってたよずっと。あ、そんなの若いうちだけだよそうやって構ってもらえるの。だってその方すごい変な話、また開けばとりあえずみんななんとかしてくれるからいるんじゃないの。うん、まあ、金くれるから。でもそれもう10代までできちゃう、そんなの。